チャラ強大王レベルス降臨、チャラ強五冠王加藤龍二、素早いフットワークがリングを駆け巡る。好きな曲で踊りながら戦う。必殺後ろ回し蹴りが火を吹く。まあ、あの当てるコツはもう天性のものですね。もう天から今じゃねみたいな感じで回ってっていう時に回ると当たるんです。とりあえずベルト欲しいですね。おちゃらけたトークが炸裂する。チャラ強のチャラくて強いじゃなくて、あとおちゃらけて強いっていうのも全部含めてチャラ強ですから。もはや日本軽量級最強という称号に異論を挟む余地が少なくなってきた男が目指す境地。まあ、食っていくだけじゃなくて、俺はもっと欲をありますからね。金持ちになる。ポッケからもこう札束でこう電車でプッて落として拾ってくれた人をナンパするっていう。その何百万がちっちゃく思えるぐらいの人間になりたいですよ、僕は。これで。この格闘技での一攫千金。上気を逸するこの男なら成し遂げてしまうかもしれない。しかし世界にはまだまだ高い壁が残っている。大韓ムエタイ協会ジュニアフライ級王者ユン・ドクジェ。この階級では規格外のリーチから繰り出す攻撃は対戦相手を寄せつけず、アマチュアでは世界大会で銀メダルを獲得するなど確かな実績を持つ男が加藤の前に立ちはだかる。とりあえずは自分の中ではローで倒す。本当にやっぱ177センチもあるし、足は絶対細いし、まあ、お客さんの期待に応えられるようにローキックで倒れそうなところを後ろ回して倒す。チャラ強加藤、高いタワーも世界も超えてゆけ。ユン、バッチリ倒すから待ってるよ。レベルスルール、加藤龍二 VS ユン・ドクジェ。